ロングブランチは、アメリカ合衆国ニュージャージン州の中部東、モンマス郡の東部海岸にある都市である。2010年国勢調査では、人口3万719人であり、2000年の3万1340人からは641人、2.0%減少。1900年から2000年は2682人、9.4%の増加だった。 ロングブランチは1867年4月11日にロングブランチコミッションとしてオーシャンタウンシップの一部から形成された。1903年4月8日、住民投票の結果に基づきニュージャージー州議会の法により、主として法人化され、ロングブランチコミッションからロングブランチ市になった。ロングブランチ駅、1873年。 ロングブランチの海浜ウィンスローホーマーによる木版が1869年ロングブランチの海浜ウィンスローホーマーによる油彩が1869年ロングブランチは18世紀後半から海浜リゾート町でありサウスシュルーズベリー川の支流があるその場所から使命が付けられた19世紀東海岸のハリウッドであり当時の演劇界の意外な人々や その他芸能人が集まり、演技を行った。歴代大統領の中でも、チェスター・エアーサー、ジェームズ・ガー・フィールド、ユリシーズ・グラント、ベンジャミン・ハリソン、ラザフォード・ヘイズ、ウィリアム・マッキンリー、ウッドロー・ウィルソンがここを訪れた。海浜に近いセブン・プレジデンツ公演は彼らの訪問を記念した命名である。 チャーチ・オブ・ザ・プレジデンツは7人の大統領が礼拝を行った場所であり、彼らに関わって残された唯一の建築物である。現代のロングブランチ海浜、ガーフィールド大統領は、1881年7月2日の銃撃後に、新鮮な空気と静かさが回復を助けるかもしれないという期待でロングブランチに連れてこられた。暗殺者の銃弾がその積水に残ったままだった。 ガーフィールドは50歳の誕生日までちょうど2ヶ月となった1881年9月19日にここで死んだ。ガーフィールドを運ぶ列車のために敷かれた鉄道の枕木で作られたガーフィールドティーハウスがエルベロンにある。アメリカ西部開拓時代の有名なロングブランチサルーンはカンザス州ドッジシティにあるがこのサルーンの名前は 最初の持ち主であるウィリアム・ハリスがつけたものであり、ハリスは故郷のロングブランチから西部に移ってきていた。20世紀の初期では数軒のホテルと大きな敷地と多くの農園があるリゾート町だったが、その後人口が増加してきた。この時期にイタリア人、アイルランド人、ユダヤ人の移民が移ってきた。1950年代までにロングブランチは他の多くの町と同様、 増え続ける人口を収容するために新しい住宅地と家屋を開発してきた。元の農園の多くは住宅型郊外地に変えられた。敷地や古い歴史的リゾートの多くが今も残っており新しく追加されたものも多い。映画の首都としてカリフォルニア州ハリウッドが交流するとともにロングブランチは映画の中心としての活動の多くを失った。 さらに1950年代半ばにガーデンステート公園道路が開通すると海岸の利用者はさらに南まで行くことができるようになりロングブランチの衰退を加速させた。1960年代市民の不安が隣接するアズベリーパークでの暴動に発展し海岸都市の住民の多くが海浜より西の郊外町に逃げた。それから数十年後リゾート町の 古くなり荒廃した部分が一部は著名なこういう地方を使って接収され再開発された。ロングブランチは現在も人気あるリゾート地であるニューヨーク市の多くの人々が繁華な都市を逃れロングブランチの海浜を楽しむために旅しまた移ってきている。フィラデルフィア地域からの観光客も呼んでいる。2012年10月29日ロングブランチは ハリケーン・サンディで破壊された、いくつかの海岸町の一つとなった。サンディの風は強かったが、ロングブランチのロングビーチ島とシーブライトの間に、あるという位置づけで、周りの水域に囲まれることがなかったので、かなり大きな守りの壁になった。このように本土には、長所があったにもかかわらず、嵐の間にロングブランチでは、数カ所で洪水が起こった。 多くの住人は9日間から15日間停電の状態だった。ボードウォークが破壊され、それを再建する市の計画は2015年に始まり、2016年夏までに完成することになっている。サンディによって被害を受けた後に再建されるボードウォークとして最後のものであり、ピアビレッジに合うように計画されている。ロングブランチはシュルーズベリー川の長い支流すなわち、 南支流からその名を得ている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.283平方マイルであり、このうち陸地5.274平方マイル、水域は1.009平方マイルで、水域率は16.06%である。ロングブランチロングブランチのピアヴィレッジロングブランチ市にはいくつかはっきりわかる地区や地域があり、 それぞれ独自の性格を持っている。市内にその部分あるいは全部が入っている。未変入領域としては、ブランチポート、イーストロングブランチ、エルベロン、ハリウッド、ケンジントンパーク、ノースロングブランチ、プレジャーベイ、ウェストエンドがある。その他の地域としては、ノースエンド、ビーチフロントノースとビーチフロントサウス、ダウンタウン、アップタウンがある。市の再開発計画が拡張を続け、 ローアーブロードウェイ地域が芸術地区になる予定である。過去、ロングブランチは、アズベリーパークと共に海浜を楽しむ人の大きな目的地であり、観光客と上流階級の意味合いを享受していた。ロングブランチには、セブンプレジデンツオーシャンフロント公園がある。これは、この流行のリゾート地を訪れたユリシーズ・グラント、チェスター・エイ・アーサー、ラザフォード・ヘイズ、ベンジャミン・ハリソン、 ウィリアム・マッキンリー、ウッドロー・ウィルソン、ジェームズ・ガー・フィールドという7人のアメリカ合衆国大統領にちなむ命名である。国内初の海岸リゾート地としてロングブランチの名声は第二次世界大戦後の時代にしぼんでいった。この時代の終わりを告げる画期的な出来事は1987年6月8日、市の歴史でも最大の火事でランドマークとなっていたアミューズメントピアや 隣接する幽霊屋敷、キッズワールドアミューズメントパーク、その他企業を破壊した時だった。ブロードウェイセンターは、ロングブランチに計画されるコラクト商業の中心地であり、市政府と市のためにマスタープランを制作したトンプソンデザイングループが計画した。この施設は、小売店、カフェ、バー、レストランと2つの劇場。 さらに1500台分の駐車場の上に500個の新しい住居を提供する計画である。建築会社のヘルムス・オバタ・カッサバウムが設計する予定である。2013年6月、市は鉄道駅周辺の地域をトランジットビレッジに指定することを承認し、再活性化と密度の濃い開発に対して動機づけを与えることができるようにした。オーシャンフロントに いくつか中層の建物が並んでいる。2013年12月、新たに12階建て住居棟の計画が承認された。ロングブランチの一部は都市産業ゾーンに入っている。ゾーン内で雇用を促進できるメリット以外に、資格ある店で消費者は、消費税を週平均の7%ではなく3.5%に減らして払うことができる。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロングブランチ氏は、ホークナー法の市長、立法委員会の政府形態プラン A を取っている。1966年7月1日に直接、請求によって法制化された。政府は一人の市長と5人の市政委員で構成され、すべて、 全市を選挙区に無党派選挙で選ばれ、任期はすべて同時に4年間である。市政委員のジョン・ファズ・ザンブラノが2006年7月20日に、連邦裁判所で、連邦捜査局の情報提供者からワイロ・センドルを受け取ったことを認めて、有罪とされ、市政委員を辞任した。その空いた席は、プエルトリコ人社会の指導者であるジャクリーン・ビドルが次、2006年11月の、 一般選挙まで務めた。ロングブランチ氏はアメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第6選挙区に属している。衆議会会員では第11選挙区に入っている。2011年3月23日時点で登録有権者総数は13,442人であり、そのうち4,293人、31.9%が民主党に 1783人、13.3%が共和党に7358人、54.7%が無党派に登録されている。その他の政党は8人である。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは5421票、64.5%、共和党のミッド・ロムニーが2897票。 34.5%、その他の候補者が81票、1.0%という結果だった。登録有権者14,289人のうち8,470人、59.3%が投票し、71票が無効だった。二千八年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは百七十一票、セント 共和党のジョン・マケインが3600票、35.7%、その他の候補者が98票、1.0%という結果だった。登録有権者14433人のうち1万9 0人、69.9%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが5724票。 58.0%、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが4001票、40.5%、その他の候補者が99票、0.7%だった。登録有権者14,563人のうち9,870人、67.8%が投票した。2013年ニュージャージ州知事選挙では、 共和党のクリス・クリスティが2621票、57.4%、民主党のバーバラ・ブオノが1876票、41.1%、その他の候補者が71票、1.6%だった。登録有権者14129人のうち4677人、33.1%が投票した。109票が無効票だった。 2009年ニュージャージー州知事選挙では民主党のジョン・コー・ザインが2714票、48.1%、共和党のクリス・クリスティが2523票、44.7%、独立系のクリス・ダゲットが320票、5.7%、その他の候補者が48票、0.9%だった。登録有権者13812人のうち、 5645人40.9%が投票した。ロングブランチ市の公共教育は、ロングブランチ公共教育学区が運営しており、就学前から12年生までの児童生徒に対応している。州全体に31ある元アボット学区の一つである。これは、ニュージャージー州学校開発局の監督に基づき、学校校舎の建設と改修の費用を州が負担する。 ことを要求するものであり、SDA 学区と呼ばれている。ロングブランチ市の公立学校はすべて無料である。これは3歳から5歳の児童に全日で対応する学区内就学前プログラムも同様である。児童生徒には毎朝朝食が無償で提供されている。さらに夏の大半では無料書きプログラムが行われている。2011年から2012年の教育年度で、 この学区には8つの学校があり、5396人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で505.5人、生徒、教師比率は10.67対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。ジョージ・エルカ・トラボーン小学校は、総費用4000万ドル以上、児童数800人。 校舎の床面積10万9000平方フィートで設計され、工事は2012年に始まった。2014年から2015年の教育年度開始時点で学区の再編が行われ、ウェストエンド学校を廃校に、モリス・アベニュー学校を初期児童用に、オードレー・ W ・クラーク学校をオルターナティブ学校に転換した。シーショア学校は、私立、 幼稚園から8年生を教える学校であり、1学級は生徒16人までとなっている。ローマカトリック教会トレントン教区は、ホリートリニテ学校の入学者数が減ったので、2006年6月に閉鎖した。ロングブランチ市の中には、総延長89.49マイルの道路がある。そのうち80.10マイルが市の保守に、6.26マイルがモンマス郡。 3.13マイルがニュージャージー州交通省の管轄である。ニュージャージー州道36号線と道71号線が市内を通っている。ロングブランチ市はニュージャージートランジットの鉄道ノースジャージー海岸線によってニューヨーク市や北ニュージャージー州と結ばれている。ロングブランチ駅は海浜から3ブロック離れているだけである。電化区間の終端であり、 南に進む乗客は、ディーゼルエンジン牽引の列車に乗り換える必要がある。二つ目の駅が、ディールボロのすぐ北、エルベロン地区にある。昔は、ウェストエンド地区とブロードウェイにも駅があったが、ニューヨーク市までの所要時間を減らすために閉鎖された。地元のバス便は、ニュージャージートランジットの831系統と837系統を利用できる。 スコットショーエン・ワイスドロシーパーカーの生誕地、ロングブランチ市で生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は、以下の通りである。ありがとうございます。